吉野家で食べた朝定食の焼き魚牛小鉢定食。牛小鉢がおそらく過去一番多めかな。鮭子となんちゃってサーモンは普通の鮭と比べると塩味も鮭固有の味も薄いな。鮭を食べた後だと鮭とは別物だと再認識できる。サラダと味噌汁は言うことはない。ただ味噌汁だと味が物足りないな。しじみ汁とかあさり汁に変更するには焼き魚牛小鉢定食の価格だと高いのがネック。